こんにちは、ハッキョンサムヘルマットマリアマでございます。以前ね、ロストエイジの動画を上げたんですけども、もうちょっとこういうね、アーティストのくくりの動画をやりたいなと思いましてですね、シリーズ化してやっていきたいと思います。シリーズ、日本の偉人と題しまして、特集というか、そういう感じで語っていきたいと思います。で、今回はですね、ブラッド・サースティ・ブッチャーズ、紹介したいと思います。で、やっぱね、今後もね、絶対ブッチャーズの話、いろんなところで出てくると思うんですよね。っていうのと、5月ということで、やっぱ吉村さん、命日がもう少しであるということでね、ブッチャーズを今回は話したいと思います。皆さんブッチャーズのことどう思ってますかね？はい。まあ、そういうのコメント欄とかで、ね、言っていただければなと思います。ではメンバーです。吉村さん、ギター、ボーカルですね。で、ベース、イモリアさん。ドラム、小松さん。初期は、この3人でございます。はい。まあ、ドラムね、は小松さん入るまでは、なんかちょろちょろ変わってたみたいなんですけど、基本的にこの3人ですね。はい。後期ですね。後期。ナンバーガールの田淵久子が、加入しますという感じです。で、久子さんは、吉村さんとの、結婚もされてましたという感じですね。あの、映画の心のでも出てきますね。あの、入学式がなんかに、親子3人で行くバックショットが出てたりと、講師ともに、一緒にいる時間が長いという感じでした。でね、まあ、ブッチャーズの特徴ですね、なんといってもアンサンブルですね。個々の楽器がものすごく独特な音というかスタイルなのに、こうアンサンブルでこう固まるとすごくまとまって聞こえるというか、まあブッチャーズでしかなり得ない音が鳴ってますね。そこが面白い、とっても面白いバンドです。しかもその4人になってからと3人の時と、またねアンサンブルやっぱ変わるんですよね。後々アルバムとして話していければなと思います。で、歌ですね、まあハードコア系がかなり強いんで、多少癖はあるかなという気はするんですけど、そんな音程外し、な音痴とかそういう感じではないと思ってます。まあドラム、小松さんのドラムから話すと、すごく丁寧なドラマだと思います。一音一音ね、しっかり刻むように叩きますね。ものすごくはっきりと一音一音聞こえてきます。そういうドラミングだと思いますね。それ早い曲でもゆっくりの曲でも、同じような感じで聞こえてきます。で、ベース。これかなり肝だと思います。イモリアさんのベースがね、すごく独特。ほぼずっとね、アルペジオですね。まあ、あとコード弾きもします。ここまで一貫して、アルペジオしてるベーシストってなかなかいないですね。はい。このベースがかなり聴きたくて、ブッチャーズを聴いてるところもあります。で、吉村さんですね。吉村さんのギターはもう完全な唯一無二、もうオルタナのギタリストもうみんな憧れるような音、まあ、ファズの音ですね。フィードバックまで、ものすごくかっこいい、計算されたこだわりを感じるフィードバックっていうか、音作りに対するこだわりはかなり強いですっていうのと、変速チューニングですね。吉村さんの、オリジナルの変速チューニングをかなり多用してますと。ちょっとなんか調べたらね、自分でも再現するのにね、かなり時間がかかるという感じだそうでね、ものすごいいろんなチューニングを使います。久子さんはね、ナンバーガールの時のショートディレイみたいな感じ。あれはあまりやらないですね。そう、単音弾きっていうよりは、アルペジオをね、ブッチャーズだとかなり使います。ハイポジションの高音のアルペジオですね。やっぱね、日本語ロックというか日本のオルタナシーンに与えた影響が強すぎますね、やっぱね。で、なんならイカ天後の何でしょう、ライブやっても人が来ない、バンドの流行が終わっちゃったっていうね、ところでもう自力だけで、やってきたっていうところですね。で、どういう音がかっこいいのかっていうのをもう本当に研究して、ぶっ倒れるまで研究してやったバンドがブッチャーズだと思ってます。まあそれがあって、まあ、ベックとか、レイジとか、まあ、フガジ、あの辺と対バンするというか、まあレイジとベックに関してはもう指名ですからね。まあそう、まあ認められることになったんだなと思います。まあ、プラスマイナスとかもそうか。で、初期です。3人、3ピースの時ですね。ブラッド・サスティ・ブッチャーズ、セルフタイトルからリュークワーム・ウィンドまではですね、かなり、
パンクの精神というか気質がかなり高いです。でね、まあ、ハードコアの感じですね、もうかなり入ってます。特にフガジーとかね、あのディスコード周りのバンドかなり感じますね。まあ、あとソニックスかな。当時のね、80年代後半90年代前半の札幌でね、どこで情報を仕入れてたのかなっていうのはね、かなり気になりますね。ネットも全然発達してない時代に、US のインディーとかなり共鳴した音を出してます。ソニックユースの要素は、まあ、ブッチャーズ通年でかなり感じるんですけど、初期のソニックユースのあのノイジーさ、ノーウェーブみたいな感じを結構感じます。そのソニックユースとパンクハードコアの融合みたいな感じですね。特にルームとかね、転調したところのデー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 とか、かなりハードコアシーンの感じも、あるというところですね。で、この頃はまだね、イモリアさんのベースは、あんまアルペジオはしてないですね。結構単音弾きが多いかなっていう感じですね。はい。で、吉村さんのギターもね、割とシンプル。今後の進化の仕方に比べたらかなりシンプルかなって思ってます。はい。で、初期の3枚がありますと。で、その後に出ますね、心のでダメだったらもうバンドをやめようと思ってたっていう吉村さんの話もあるんですけど、これがまた皆さんご存知だと思うんですけど、すげえアルバムですね、これね。このアルバムでね、一気にこの音の厚みというか、サウンドスケープというか、そういうものが一気に広がったなというイメージがありますね、かなり。はい。で、コンセプトアルバムになってますと。まあ、1月は、もう何のコンピだったか忘れちゃったんですけど、コンピに入ってて、2月から12月までが心のに収録されてるという感じですね。で、まあ、完全版の方にはね、1月も入ってるんですけど、ものすごいギターです。またギターの話ばっかになっちゃうんですけど、やっぱ結局ね、すごい音像ですね。いろんな要素を詰め込みまくって、結果オルタナでしかないというか、まあそんな感じがします。このアルバムなんかね、すごい、吉村さんの歌詞もね、すごい叙情的というかね、文学的な感じがかなり感じますね。すごい US っぽい音なんですけど、吉村さんの歌と歌詞でもう日本の原風景というか夏の草原みたいな感じがすごく情景として浮かんでくる気がします。まあ、特に僕は7月が好きっていうところがあると思うんですけど、このアルバムでね、吉村さんのギターがかなり開花したんじゃないかなと思ってますね。いろんな要素だから、マスシスっぽい感じもあるし、まあ、かと思えば地味編の感じもあります。まあソニックユース、サストンムーアの感じもねあるんですけど、でも結果吉村さんの音でしかないというか、全部詰め込んでちょうどいい具合にこうミックスさせている印象ですね。このアルバムのフィードバックがかなり気持ちいいというか、ああもう何回も撮り直したんだろうなっていうのが伺えるような感じですね。はい。で、まあなんといってもライジングのね、映像が伝説ですけど、2年前だったかな、ライジングのYouTube の生配信ね、なんか特別映像みたいな、ヘッドライナーの人だけが編集された映像があったんですけど、それの、まあ、冒頭のロゴが出るところでも吉村さんの7月の最後のフィードバックで、ね、が使われてますと。本編には使われてなかったんですけどね、もうこれ言うとややこしいんですけど、ヘッドライナーじゃなかったんで、ブッチャーズが、その年はね、サニーデイサービスがブッチャーズの後に出てヘッドライナーだったんですけど、じゃあなんで朝焼けの中やってんだってとこなんですけど、めちゃめちゃ押したらしいんですね、あの年、初回のライジング、むちゃくちゃ押しちゃって、結果日の出にやってたバンドが、ブッチャーズになったと。もはや運命的なものを感じますね。なんで本編の映像には使えてないんですけど、やっぱライジングを代表するライブの一つになっているというところです。で、ちなみに最後投げられたストラトですね、あれは借り物だったそうでやっぱ吉村さんらしいエピソードだなと思いました。で、こっから未完成、山根、荒野における、あと三角か何枚か出すんですけど、この辺はかなり心の意向という感じがする、ブッチャーズの完成された音ですね。アンサンブルが聞けますね。アルペジオとコード弾きを使うベースと、あとフィードバックを意識したシンプルながらも
吉村さんにしか出せない音と弾けないフレーズのギターですね。で、あとドラム、1音1音しっかりと聞かせてくるドラムですね、がありますと。で、かなりね、このあたりね、海外文学をね、すごい読んでたのかなって気がします、吉村さん。まあ、ファーストって曲があるぐらいだし、未完成ですとね。なんか独特なワード感を持ち出した気がします、このあたりかね。さらば世界君主とかね、渚にてとか、まあ後に映画になりましたけど、それだけとかね、まあブッチャーズらしさをここでかなり掴んだというか作った気がしてますね。はい。で、僕はね、荒野におけるかなり好きでしてね、まあ1曲目の方がもうたまらないと。あそこのドラム、ブッチャーズにしては早めなんですけど、なんかもたらないギリギリのところで一音一音を聞かせようとしてくるんですね。ギターがあってドラムが乗ってくると。で、まああとやっぱさらば世界君主ですね。これはもう大名曲ですね。これはもう皆さん聴いてくださいというところです。荒野におけるは久子さんが、ここでゲスト参加しますと。もちろんね、メンバーになる布石がここで打たれてますという感じです。で、まあ最近ね、いろいろ聞いてたんですけど、山根もね、かなりかっこよかった。ビビった、あれこんなかっこよかったかなと思って。で、この辺ぐらいの時期からこうミドルテンポの曲がね、すごく良くなってくる、良くなってくるしね、増えてきます。ミドルテンポの曲、こう独特なこうサウンドスケールがね、こうバーンってなるんですね。で、ドラムの感じもやっぱね、このミドルテンポの曲の方がやっぱ合ってると思います。で、吉村さんの伸びたギターソロというか、ギターフレーズ、フィードバックみたいなところもここでかなり生きてる気がしますね。で、やっぱね、このサウンドスケール感っていうのはやっぱシューゲイザーの影響もね、この辺ちょっと伺えるなというのがありますね。で、久子さん入って初のアルバムが出ますと。バーディーです。バーディーすごく好きなアルバムです。これね、1曲目ジャック・ニコルソンから始まります。ジャック・ニコルソンが僕は一番好きな曲なんですけども、働く人間というか、生きてる人間をもう全肯定というか、そんな感じがしてます。というかね、このアルバムね、もう吉村さんの決意表明みたいな一面がすごくあると思ってます。ちょっと見る？まあ、ジャック・ニコルソンですよ。これ、もう、これ、ブッチャーズ史上最高の歌詞だと思います。僕はどんどんと年を取っていくわけで、作るものはどんどんと色あせる。君がその先大人になっても、悪い大人の手本でいたいんだ。まあ、もう2番の A メロが好きなんですけど、ダメと言われりゃイジクソ張ってでも、繰り返しのような人生に見えても、君がこの先大人になっても、悪い大人の手本でいたいんだ。ダメでもというか、何度でもやってやると。絶対にやってる。この繰り返しのような人生に見えてもっていうところ、一般人の目線がここで入る。これがすごくもう俺たちの歌という感じがしてね、すごく勇気をもらえます。というか勇気、何度も勇気をもらいました。この曲には本当に何度も救われた。もう10代の頃もそうだし、20代もそうだし、まあこれからもそうだと思うんですけど、もうすごく救われる曲です。で、なんといってもアウトロ、もうソニックユース全開なアンサンブルですね。アウトロがすごく長くてね、もうどんどん盛り上がってくるんですね。アルペジオからこうストロークになってって、こうブワーッと音とテンションがどんどん上がっていくと、そこ素晴らしい一曲ですね。で、ジャック・ニコルソンで、このバンドで踏み込んでいたいという歌詞もあるように、宣言がこのバンドを続けるやる覚悟というのが出てます。で、このバンドアゴにもありますね。笑いたいがためになおギター弾いて歌ってる、これしかないと今ギター弾いて歌ってると、もうこのバンドでやっていくんだと、バンドでやっていくんだっていうのがすごく見えますという感じです。で、ね、音的にもね、かなりこのアルバムから変わりますね。ガチガチのリズム帯の上にかなりフリーキーに乗ってる印象だったんですけど、もうこのアルバムぐらいからかなり全体、ギターも含め全体としてのアンサンブルがかなり計算されてきてるなという印象です。まあ、そんな感じの、転換期の一枚となっております。では、ベンディングドラムとギタリストを殺さないで。まあ、この2枚はかなり兄弟性が高い気がしているというか。まあ、ジャケットもね、奈良さんが2枚描いてるっていうのもあると思うんですけど。この辺からかなりね、メロディーが立ってきますね。吉村さんのボーカル。この辺からエモというか、もともとエモの要素を持ってたと思うんですけど、かなりオルタナ寄りだった。今まで。まあ、この辺から結構エモの、その、
リフ感というか決めみたいなところねがかなり増えてきたなという印象です。でノーアルバムが出ます。ノーアルバム、僕20歳ですね、多分一番聞いたかもしれない。専門学校行ってたんですけど一回ね休学してるんですよね、ちょっとバンドやりたくてで復帰します。20歳の時ね、で復帰してるわけなんで同級生誰も知らないんですよね。2年生の学校だったんで1年の時に休学して2年生で復帰なんで、会ったことない後輩の人たちと同級生になって入りますと、まあありえないぐらい浮きますね。はい、なんか妙に尖ってたんで前髪もここまであったんですよ。これでマッシュルームだったんですよ。なんですごい怖がられてたっていうのは後々知ったりとか、全然誰とも話せなくて、で昼も一人で飯食っててっていう時にずっと聞いてたのがノーアルバムでしたもう3ヶ月以上もうずっと聞いてましたね。ノーアルバムだけを本当に支えになりました。学校行くのにすごく助かりました。すごく刺さったんですよねあの時ね。かなりね久子さんのアルペジオが印象的な気がしますね。まあ、特にフランジングさんですけど、フランジングさんと頭のあのかなりねハイポジションで弾くアルペジオですね。これかなり印象的な、曲です。やっぱり最後のカーブとかね結構エモっぽい、だからカーブっていうタイトル自体がかなりエモワードだと思うんですけど、エモっぽいキメがあったりと、かなり現代的にねアップデートしているブッチャーズです。まあフィードバックとかもあるんですけど、昔ほどねかなり長く尺を取ってやるっていうのはあんまりしないですねこのアルバム。あとねコーラスワークをねすごく使いますね。久子さんのコーラスもあるんですけど、あと特にカーブとかね、オーシャン、カーブとか二人で歌ったりとかあるんですけど、まあ、他にもコーラスすげえ重ねるようになりますね。まあそういう感じでちょっと変化がありますと。で最後のアルバムユースなんですけど、まあユース出る直前に吉村さん亡くなってしまいますと。マジでかなり落ち込みましたね。なんか多分帰り道でインスタ見てたら浅野忠信がなんか吉村さんの写真アップしてたんですよね。 なんだと思ったら亡くなったと。いやーこれはねかなりショックでしたね。でもまあ1回だけねライブは見れたんでまだ良かったのかなっていう気はするんですけど、でまあそれでユースが出るんですけど、まあライブはほぼというか、まあ、これのライブとかはやってないですね。ライジングに1回3人で出たぐらいだったと思うんですけど、いやー本当に残念でしたね。はい、またねこのアルバムがねまたちょっとねコーラスの面とかちょっと進化したりしてて面白いんですけど、特に、ね、久子さんのコーラスの部分なんですけど、なんかコーラスかなんかかけてるんですねエフェクトで、かなりあの周毛のね周毛というかとマイブラのねビリンダっぽいウィスパー感があるボーカルというかコーラスになっててちょっと面白くて、もうなんかこれからどうなるのかなっていう、もっと久子さん歌う曲増えんのかなっていう気もしたんですよね。あとデストロイヤーね、イントロのユニゾンとかね、アルペジオのユニゾン、ソニックイースとエモの融合になってくるんですよね。これがまたうまいですね。まあ、今のインディーシーンというかオルタナシーンはもう絶対にブッチャーズみんな通ってきてるんで、まあ、ブッチャーズはもうぜひ聴いてくださいというところと、まああと、まあ、ブッチャーズを踏まえて今後シリーズ日本の偉人ですね話していければなと思ってます。どうですかね、なんか個人的な思い出とかなんかありましたらコメントでいただけるとありがたいです。はい、まあそんなところで、高評価チャンネル登録よければお願いします。それではまたお願いします。